触れないでください。触れないでください。やっと理解しました。本当にやっと理解した。もうに触れないでください。いや、もうあのね本当いいや、わざとだよ。わざとそう SNS 認証ってちょっとわざと書いたんです。そうわざとわざとだから。でも多分もう間違えることはないと思います。はい、何のことですかってさっきねツイートしたんですよ。明日の予定をツイートしたんです。それで今朝のツイートでは SMS にんにんよろしくお願いしますって私は書いたんですよ。それで SMS にんにんって感じのリプをくださってたので、あ、にんにん間違えた、 SMS もあこれ違うんだって思って、 SNS 認証なんだって思ったんですよ。それでもう SNS 認証と私の頭の中ではなってて、それで SNS 認証って書いてドヤ顔で書いたんですけど、そしたらなんかわざとだよねみたいな感じのリプが来て、さっき見たらSMS 認証でした。SMS というか SMS は合っていたんですね。そうか、なるほどね。でももうやっと理解したので、もう金輪際間違えません。はい、SMS 認証。なんかさ、なんか確か今朝のなんかリップに SMS って何みたいななんかなかった？SNS が正しい？ SMS って何みたいなあったから、あ、SNS だったんだ、あ、私のなんか勝手に SMS って思い込んでたんだって思って。そうだからなんか多分こうなった感じです。伝わった？いろいろと情報が、私の中の頭の中の正しい情報がこうなってたんです。でも今やっとこうなりました。あ、人のせいにしない、すいません。そう、 SMS 認証もう確かめた。はい、そうだね、なんか全然違うらしいですね。 SMS はあれでしょ、ちょっと待って、 SMS はあれなんですよ。あれなんですよね、なんか電話番号のだよね。そう、あ、合ってた。そうなんです。そうだから SMS 認証をよろしくお願いします。よろしくお願いします。星投げしてくださった方ありがとうございます。星投げをできる方は星投げもお願いします。カウントの枠です。カウントお願いします。ショートメッセージサービスなんだ。すごい腑に落ちた。 SMS 認証、待って、もう36分か。そっか、10分だもんね。そう、 SMS 認証されていない端末のね、星やカウントは無効になってしまうので、ぜひ。そうなんです、私はね、SMS 認証の大切さをこう知っていただきたかったので、こうやってさ、間違えることによってさ、やっぱこう SMS 認証にこうなんて言うんだろう、認識されるじゃないですか、考えるじゃないですか。うん。そうなんですよ。そう、これでね、きっと皆さん SMS 認証をね、ちゃんと
まだやってなかった方もこう見たと思うのであ、感動した、さすが、そう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 なんか私こういうの多くない私なんかさ、あれかもしれん、あの後付けの言い訳がうまいかもしれんえ、後付けの言い訳うまくない？え、後付けそういうことなんですよ。だからぜひ皆さん SMS 認証よろしくお願いしますそれいいことなの？いや、いいことではないですね。あの、人としていいことではないということはちょっと理解しております。はい、ごまかしりんって言われてるあ、テロップない、カウント枠、ごめんなさい、カウント枠、SMS あっという間にこんな時間、壇上ちょっとタタタッと読みますね。あちこさん、デルピルロさん、あおさん、セロさん、イギータさん、ヤンカーさん、トリさんさん、お姉さん、イッコーさん、ノリさん、キクちゃん、ショウイチさん、マツさん、ありがとうございます。明日ハッピーな方はルルルリさんです。おめでとうございます。はい、ということでもうあっという間だった、10分なのであっという間ですけど、皆さんカウントもありがとう。次は21時32分からですので、またお会いしましょう。ちょっとね、ちょっととあることをしようと思ってます。あの、最後の3つはでもとても不安です。あの、すごいすごい、あの、何にも成果の得ない時間になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと一緒によろしくお願いしますすごいすごい、あの、何にもならない時間になっちゃうかもだけど、私はとあることに挑戦したいと思ってますので、ぜひ会いに来てください。お願いします。皆さんありがとう、ありがとう、ありがとう。またねあっという間だ。バイバイ。あっという間じゃん。またね。